パットン大戦車軍団は第二次世界大戦中のアメリカ軍のジョージ・パットン将軍を描いた1970年公開の映画。主演はジョージ・ C ・スコット。パットンの生涯を映画化する動きは1953年に始まり数回行われた。パットン家はプロデューサーその他から映画制作への協力を申し込まれた。彼らは パットンの日記と家族の出演を望んだ。しかし彼らが一家を訪問したのは、パットンの未亡人のビアトリス・エール、パットンの葬儀の直後で、その後家族は映画に対しカタクナになり、映画化への協力を拒絶した。家族からの協力を得られなかった、フランシス・フォード・コッポラとエドマンド・エイチノースは、下記の2冊の電気から脚本を制作した。映画は、 フランクリン・ジェイ・シャフナーが監督した。パットンと共に戦い下記の電気の作者でもある、オマール・ブラッドレーも、本作のアドバイザーを務めている。映画は、北アフリカでの第2位軍団司令官への着任から、始まり、シチリア島進行時では、第7軍司令官となったが、現場で、戦争行為症の兵士を殴ったことで、第7軍司令官から解任され、イギリスに戻されたが、 ノルマンディ上陸作戦時に第3軍司令官として復帰、その後のバルジュの戦いで戦士に残る功績を挙げた。あと、1945年10月の第15軍司令官への移動までを描いており、ブラッドレーやドイツの情報将校オスカル・シュタイガーが狂言回しとして登場する。オープニングのモノローグは1944年6月5日。 ノルマンディ上陸作戦に先立って行われたスピーチを元にしたものであったが実際のスピーチには多くの不敬表現が含まれており映画ではそのような表現の大部分は排除されるかあるいはより穏やかな表現に置き換えられたロケーションはスペインやベルギーで行われ当時スペイン陸軍が保有していた戦闘車両がアメリカ軍やドイツ軍のものとして登場する パットンを演じたジョージ・シー・スコットは、アカデミー最優秀主演団優勝を受賞し、史上最高の演技の一つと称賛されたが、スコットは、オスカーの受賞式を、肉のパレードと呼んで受賞を拒否した。2003年には、アメリカ議会図書館が、文化的に重要であるとして、アメリカ国立フィルム登録簿に同作を登録した。続編として同じく、ジョージ・シー・スコットが、 パットン役を演じた、パットン将軍最後の日々がある。ありがとうございます。